はい、どうも、ちかしです。というわけで、今回もキャンプ生活やっていきたいんですけども、まあ、最後まで見てくれたら嬉しいです。というわけで、やっていきましょう。高橋鉾ですね。まあ、高橋は、ぶっちゃけ矢倉以外は、まあ、そんなに悪いステージではないと思うので、形的にね。まあ、キャンピングシェルターがどうとかそういう話ではないんですけど、まあ、形的にね、そんなに悪いステージではないと思うので、まあ、僕がしっかりと、無双していけば、まあ、相手をギャフンと言わせられるのではないかと、いったところで、さあ、とりあえず誰かワンピック取りに行きたいところではあるけど、あ、リアル。え、マジロ。ほい。よし、オッケー。え？いや、待てよ。うわ、絶対海外勢だ、もう。777、ジャレットの親戚ですね。Jロットさん。いや、最近ね、てか昨日あげた、ギネス世界記録に認定された、一番、世界で一番ラグい人が、まあ、どうやら海外勢っぽいので、まあ、結構ね、海外勢、まあ、2000位の中でもそこそこいるのかなという。てか時間帯的にね、僕、動画撮るとき大体ニートタイムに撮ってるんで、まあ、ニートタイムってやっぱ日本人が少ない。海外勢の、まあ、お休み時間ぐらいの、あれなんで、まあ、やっぱね、海外勢が多くなるのは致し方なしといったところですかね。はい。さあ、スクイッコリンは、飛んでる！絶対こいつさっきの、ジャレットさんの親戚。いや、マジ気をつけろ。マジで一発当たったら死ぬと思うよ。ナイス、オッケー。さあ、とりあえず関門トッピングピーポー行っていきたいところではあるんですけど、ナイス抜き。さあ、手前は、帰っていった。いや、これはかなりいいラインが上がれそうで。さあ、敵が奥にしか見えていないので、さあ、とりあえず関門突破してもらいましょうか。僕がここで圧をかけていく圧をです。よろしくお願いします。ムーブをすることによって、まあ、しっかりと関門突破。てか、これ全然ノックアウトありますね。全然ノックアウトありますよ。さあ、右側を占領して、さあ、いいダメージ。ガチロースイツ。ナイスオーケー。さあ、ハイドランティ君、その射出が終わったらもう、あ、え、これ、あ、あ、あ、これは？あ、スクイックやで、ラグー！お前もかいな。お前もラグインかい。日本人じゃないのこれ。じゃあ、じじ、ブロー、ありがとうございました。質問の時間です。シカチさんに質問です。最近 X マッチの勝率が低くメンタルが削がれています。子供の頃使っていた裁縫箱はドラゴンですかというわけで、まあ、シカチさんちょっとご存知ないんですけど、まあ、近し的には、小学生の頃使ってた裁縫セットは、ドラゴンです。よろしくお願いします。やっていきましょう。まあ、矛で、これ味方にソッピさんがいるので、ソッヒマルさんがいるんで、まあ、ソッヒマルさんって、普通に日本人トップ10に入るぐらいの、これ XP の持ち、なんで？どういうこと？どういう？すごい強いタメ切りだったんだな、きっと。さあ、とりあえずバケツを押して、あ、笑いますね。まあ、一回目の攻めでね、関門突破できたのがガチで熱いんで、なんかここ結構ね、関門止められがちな印象あるんで、止められなかったことはすごい嬉しいです。そして左に行かれている、これ。なんかね、いや、これね、ガチなんだけど、いや、これ海外勢多いっていうお話だったじゃないですか。海外勢ね、めっちゃ左攻めしてくる。こっちしてんの。こっち防衛してんの、めっちゃ左攻めしてくる。いや、マジ日本人と文化違うんだなって思ったわ。すごい深い。死んだ。ごめん。さあ、でも、まあ、味方が最強すぎるがゆえに、まだ他ここにあるんですけど、いや、これね、ワンチャンキル入りますよ。結構削れてる。いた！いや、なんかさ、え？いや、当たってんの今の。いや、まさか、当たってないでしょ。もうええでしょ。さあ、これね、ウルトラショットを彼に当てていきたいところではある。オッケー、マジで熱い、これ。チナ熱くて。はい、しっかりと、はい、バケツやって。いや、これはノックアウトチャンス入りましたよ。あ、でも、エナスタを飲みたい。エナスタ飲まさせていただいて、僕、右担当行きますね。右担当大臣としての役目を果たしたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、はい。いや、これ、俺にヘイトを集めることによって、さあ、味方がどんどん敵をキルしていく。いや、さすがに、これは、ジージーブロー、ありがとうございました。質問の時間です。今日ソロ映画に行こうと自転車を漕いだんですが、雨降った上にパンクして断念しました。無駄に数十分漕いだだけで肺が破裂しました。これは呪いですか？マジで、こんなチャンネルにコメントしてる場合ではなく、はい。お大事になさってください。よろしくお願いします。というわけでやっていきましょう。さあ、右のジムワイペイ君。
チームマイペイ君はお強みがナイス。さあこれほ、いやこれいやこれいやこれなんすよ。でもこれマジ、え、これなんで流行ってんのこれ。それ相手ボールドも海外でだし多分。いやまあまあまあ、でも関門突破されたから、まあ刺さるからやってんだろうなこれ。いやマジで毎回これなんだよ。しかも毎回なんか関門の突破の有無に関わらず初動なんかここで防衛してる気がするわ。いやでもさすがにこれカウンターでこっちも関門突破いけそうなんで、まあ、僕は左奥を防衛していきましょうか。さあはい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 、オーケー。待って、これ関門突破できてない。なんで何に止められたんだ、マジか。うわこれ右行ってくれてるけどさすがに無理か。いや一旦止めますね。じゃあ一旦矛止めからの、まあ、逆転ピーポー行きますか。いやこれ真下いるんだよね。はいはいはい、下ろしていただいてないっすよ矛。え近さあトラップ踏ませて、いやそこ飛びあるからみんな気をつけてください。はいはい、しっかりと削っていきの、お飛びやってジムいますね。いや2人見えた。オッケーオッケーオッケー。いやこれははいナイス。これウルシュ当てていきたいところではある。ところでよろしくお願いします。さあマジで関門突破したい。いや俺らもこれ右行ったらいいんじゃないか。いやこのジムワイパーが右行ってるから、いやこいつについていくという判断、多分このジムワイパーも海外の方なんでしょう。さあちょラグいですね。だいぶラグいですよ。さあ関門突破ガチで行きたくて、いやここマジしっかりとパージで、ほらよしよし、ナイスナイスナイス。いやこれ関門突破したらマジでかくて、でも結構割られそう。あ味方死んだ。まあ、一旦ここ潜伏行くわ。じゃあえおい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 さあまあでも関門突破したんで、まあ、あとノックアウトするだけということで、まあ余裕ですよね。関門さえ突破すればキャンピングシュートはかなり熱いので、さあしっかりとこの左を防衛していく、まあ、防衛しますよという意思を見せることによって相手にはお帰りいただきたい、お帰りいただきたいです。まあやったでしょ、あんだけ削ったら。ナイス。さあウルトラショットで2枚やって、 OK ナイス。でこれ右か左かガチで悩む。どっち行く、左か、さすがに。いや We are Japanese 左ピーポー行く。じゃあ左俺ガチで行くから、みんな応援してください。おいおい、いやエスブラ君はしっかりとパージに張り付いていればバフもらわないんで。え、あそっちか。いやそっちもうちょい進行してるもんだと思ってた。いや右、いやそこいてもね、あんまりね攻めはねどっちでもいいんだな、実はいてもいなくても変わらないんだな、そのポジションは。なるほどね。いやオッケーオッケーオッケー。いややっぱね、あのジムにね動き合わせた方がいいわ。なんかあのジム結構右行きたがりだから、そっちに合わせないと、なんか右から裏取ってくれるわけでもないから、あの一緒に行った方がいいかもしれませんね。まあ、一緒に行った時にあの関門突破できたんで、これ合わせよう、みんなで動き、みんなでせーので合わせましょう。はいはいはい、ナイス。いやジムもやれるんじゃないの。いや帰らせて、いやこれ割ったらマジ死ぬぞ、ほとんど死ぬこれ。割る人がいない。そしてやばい、味方がめっちゃライン上げられてるこれ。いや一旦まあここでうろちょろして、あーこのタイミングの左はガチでまずいけど、まあそうディアルがねこっち、ちょマジ味方頼むわ、お願いします。ちょ止めていただけたら嬉しいです、幸いです。ナイス、勝ちナイス。さあデュアルやって、まあまあまあ実質やったといったところでしょうか。いやこれまだ左にいんのこれ。いやオッケーオッケー、行くよ、じゃあ行くよ。いやこの裏取りで、はいしっかりと、はいはい、まずこいつやって、でそいつも、えこいつも、とい、ちょっと、あなんか敵が集まってきたんですけど。さあ右行ってるけどさすがに死ぬ。いやでもナイス、最高。いやこれはあります、これはありますけど。いや、これは。いや、これはね、ありませんか？いや、でもワンチャン？いや、このトカゲの尻尾がマジでワンチャンを掴む可能性にかける、俺は。さあ、しっかりと。いや、これ味方のジムはもうリスマイル放置してるんだけど。いや、でもこれは俺絶対にいける。ナイス1枚やり。いや、これは、リアル。リアルが。リアル。リアルが。いや、割れない。GG ブロー、ありがとうございました。質問最後の、トカチさんに質問です。ウルショは量を意識した、するのか、当てることを意識するのか、どちらを意識すればいいですか。すみません、僕はあんまり酪農業とか盛んじゃないんですけど、これは絶対に当てることを意識してください。じゃあバイバイ。